まだ痛むか、新人。いえ、まだ戦います。いい顔だ、新人。もうダメよ、この町は終わりだ。諸君らの尽力には感謝している。この現実を世界に提示することをもって任務は完結した。ご苦労。ジェシカ君、パーカー君、通達する。この施設の封鎖は突破された。対策本部は現時点をもって放棄。退路を確保の上、最上階ヘリポートで合流せよ。以上。よし、俺とジェシカはホールで敵を食い止める。新人はボスをヘリポートへ。了解。バカ、準備ができたら行きましょう。オブライエン、モルガン司令。BSAA も撤退、残りは私だけ。一つ言わせてもらいます。 FBC は大きな間違いを犯している。我々が事態の解決に乗り出してすでに3週間の限界態勢。避難は行った。我々にも犠牲は出た。十分だ。これ以上の解決遅延は我々への風当たりとなる。わかるだろう。だが太陽光集積システムを使った滅却など根本的な解決に必要な証拠も先ほど正式に承認された。決定は現場で下す状況。ああ、手回しが早い。世論への配慮は事後でよいと。それが FBC のやり。日の光で焼き尽くせばよい。政治で事態を施行するからベルトロのような連中が現れる。ああ、出なくては困る。それは私たちのような存在が抱える永遠のジレンマだよ。ではテラグリジアの犠牲者たちは無駄死にに。話は終わりだ、オブライエン代表。諸君、命令は下った。早く作戦行動に移りたまえ。行くぞ、レイモンド。わかりました。これまでか。ホール、化け物どもを迎え撃ちましょう。来たか、食い止めるぞ。ねえ、私たち二人だけで本当にいけるのか。やれなきゃ死ぬだけだ。打ち止めしてヘリポートへ向かうぜ。世界に伝染する。ベルトロの名と共にな。それで奴らは不満へ突っ込まれる。ええ、you
ああ、俺たちもヘリポートへ急ごう。貧乏くじを引かせて悪かったな。今更。じゃあいつかあんたの地元で一番いいバーのメニューを全部覚えてね。何なの？くそ、交渉か。他に使えそうなエレベーターは。この先の階段から上がるしかないわ。
クライブ・オブライエンのことどう思う？ ESAA 代表、カワータイプじゃないわ。それだけか。彼の話けど、あくまで正論。モルガン指令に逆らっても得しないし。俺は好きだ。 FBC を長くやってると当たり前の正論っての忘れそうになるしな。似てるわね、二人とも。マジで戦うに疲れちゃう。かわいい。ここから進めそうだ。手伝ってくれ。今行くわ。もうジェシカ、急げ。しつこい奴らだぜ。これでしのげればいいが。まだか。早くしないと奴らが。奴らも乗りたいとか、お手持ちだなんですか。仲間のことは言えば分かんないよ。Thank you.
するな。だがボスもまさかだな。この都市が使う太陽光集積システム自体を滅却に使うとは。まるでラクーンシティの再現。隠蔽によって地上から消滅した町だな。テラグリジアも名だけを残し滅却処理か。私たちは最善を尽くしたわ、バカ。だと思いたいがな。安心しろ、俺様に二言はない。よし、ジェシカ、乗り込むぞ。爆発か。見ろ、街が。眩しいわ。私たち何もできなかった。お前レイモンドだな。フン、 BSAA か。お前らに用はない。 FBC こそなぜここに。質問に答えろレイモンド。いつまで同僚気取りだ。BSAA に答える義務はない。今互いに揉めている場合じゃないわ。笑わせるな。どうせ脱出もできない上に敵が見えないって話だろ。レイモンド、そこを動くな。見えないなら必死であがいてみせるしかないだろう。FBC までがクイーンゼノビアに。この船で一体何が。情報がなさすぎる。船内の調査を続ける方がないな。やれやれだ。
ホールに行けば非常用通信室があるみたいね。非常用通信室に行ってみるか。本部と通信できるかもしれん。にしてもレイモンドのやつ。バカ、あなたがレイモンド。後輩だ。知らない。それだけの話じゃ。
Thank you.
さすがは金持ち船だ。ちょっとしたオペラハウスみたいだ。で、非常用通信室はどうだ。プロムナードはホールのすぐ隣だ。行ってみよう。ここの鍵はすぐ手に入りそうだ。プロムナードみたいだ。
どこもかしくも化け物だらけだな。この船にもう生存者はいないの？パーカー、私たちの場所は
それが非常用通信室の鍵？ああ、こんな化け物商店街とはおさらばだ。
非常用通信室の設備が使えるといいんだけど。嫌なことを言うなジル、君の予感は当たるんだ。レイモンド、また我々は一足遅かったようだ。なんだと。我々を知らぬ無知なる者よ、今ここに語る時は来た。二人とも見て、まだ語ることもできず、ただ思い描くだけで心を引き裂くこの絶望的な雲よ。あのガスマスクだ。ちぎった裏切り者の所業を世に示す果実の実となるならば、それをお前に語り共に涙を流そうではないか。お前は誰だ、どうやってこの地まで降りてきた。だが我々の手によって世界はどうなるか。ここに積まれているウイルス兵器ティーアビスは世界の海5分の1を汚染する。地獄よりの使者ベルトロ、この男が犯人。やっぱりベルトロの仕業。我が門にいらんとする汝、一切の望みを捨てよ。望みを捨てよ、ダンテの言いようか。ファルコイネンモッキ空港にチームを送ってくれ。この船の手がかりがあるかもしれない。オブライン。ああ、聞こえている。キースとクエントを現場に向かわせる。え、二人ともすぐに準備にかかれ。雪山に？雪山の方が迷惑だぜ。ベルトロの背後関係まで徹底的に洗ってくれ。もう夜
よく見えない。大体地中海って言っても案外広いし。諦めるな。干し草の山から一本の針を探し出すよりはマシさ。それジョークよね。もしかして慰めてるつもりなの？ねえ、っていうか聞いてる？俺たちは必ず見つけ出す。ジル、約束だ。